皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も青にオンラインで遊んできます。さあ、青の試練の青の遺跡に行きましょう。さあ、2回ですね。さあ、5回までですからね。まあ、5回がデンジャーだから5回が一番難しいんだと思います。さあ、青チケ2枚使っていきましょう。いやー、前回ちょっと怖かったですからね。青鬼さんの数が多いということで、1回から。さあ、石像に閉じ込められた鍵を集めて扉から脱出しようと。どういうこと？確かに閉じ込められていますけど、動かしていくってことですかね。なんでしょうこれ。あー、なるほど、閉じ込めればいいんじゃないですか。違うんですかね。さあ、これは落ちちゃうってこと？そういうこと。なるほどですね、わかりましたよ。うわ、これは難しい。ここからですね。わ、何もない。さあ、ここは回っていけるってことですね。まあ、でも回ってもあれですよね。なるほど。あ、ちょっと待って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 。下をまず見たから。青霧が来るんですか。まあ、でも左下から来るなら、こっちから見ておけばよかったですね。プンプンと。じゃあ同じところに2つはないでしょうから。どっかに。こんなないんですか、鍵。よし、1個ありましたね。さあ、どっちどっち、そっちから。ってことはさっき見落としたこっちですか。まあ、これは難しくはないですね。さあ、回っていけますからね。簡単目ですかね、2階は。なんか、これだったら1階の方が難しかったですね。さあ、あともうちょっと、上から来たら面白いですけど、上からドーンと降りてきてから挟まれるみたいな。さあ、クリアいたしました。ありがとうございます。では、今回の動画ですね、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったら、なるほど店のチャンネルの再生リストから、たくさん動画ご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Thank you.